第6回ウィナーズカップは21日最終日を迎えます。12レースが S 級の決勝戦で、9レースにはガールズコレクションも行われます。ここでは2つの決勝戦の予想を紹介したいと思います。で、9レースのガールズコレクション、去年グランプリに出場した、小林優香選手、高木真備選手、児玉葵選手、石井寛子選手、緒方真央選手の5人と、ナショナルチームでも活躍する佐藤美奈選手と梅川風子選手がいて、7人の、今をガールズを代表する7人によって争われるレースなんですが、今年国内走ってる、児玉選手と高木選手が、まあ、ちょっと病気だったり怪我だったりで、あまり万全ではないのかなというところで、今回は佐藤美奈選手を軸に予想してみました。佐藤選手、去年、世界戦で銀メダル取ったりと、本当成長著しい選手なので、まあ、今年グランプリ出られれば取ってもおかしくないぐらいの選手です。で、しっかり練習もできたということで、佐藤選手の、一発を基本に、で、ここ相手は、5番の梅川選手。梅川選手もちょっと去年低迷したんですけれども、それ落車の影響が残ってたということで、で、今年に入ってようやく体が良くなってきたということなので、まあ、逆転があるとしたら同じナショナルチームの梅川選手なのかなということで、まあ、佐藤選手軸ですけど 5-1 だけ抑えておきたいなと思います。続いて男子の12レース決勝です。12レース決勝、5番は木本、1番小翔、で9番浅井で、5-1-9が中金3社で、2番深谷に4番成田で、2-4が2社、6番神山選手は決めず1人で、中四国は8番太田、3番松浦、7番清水の順で、8-3-7の3社、3分戦になります。ですね、脇本選手の動きがすごいんですけど、中四国の3人がどう抵抗するかというところが一番ポイントなんですが、まあ、太田選手が仮に発進だとしたら、松浦、清水の折り返しっていうのはやっぱり有力になると思うんですけど、松浦選手はそれを太田選手には望んでないはずなので、無茶がけはないのかなと。で、そうなると逆に脇本選手が、まあ、後ろを信頼できる古性選手、浅井選手なんで、早めのスパートも十分だ。脇本選手が先行体制に入ったところを太田選手がまくり上げるというような展開をちょっと予想しました。で、そうなるとなかなか、まあ、太田選手の動きもいいので、脇本選手と太田選手で踏み合いになる可能性があるかなと。そうなったとき狙いたいのが2番深谷選手です。で、今回は珍しく3日間まくりになって、ちょっと内容がということで本人も悔しそうなんですが、だからこそここは内容より結果にこだわるまくり、前段のもつれを一気にまくって久々のビッグレース制覇、これに期待したいと思います。ガールズコレクションに出場する7人と、決勝に出場する脇本選手、松浦選手は動画インタビューできましたので、ぜひそちらもご覧になってください。